皆さんこんにちは、マリナオチャンネルなおです。今日のゲストは後藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何のお話になりますか？はい、今日はニキビについてお話をしていきます。で、まずニキビがどんな病気なのかっていうお話をして、そのニキビができるメカニズムですね、で、そういうメカニズムが起こる原因っていうのをお話しして、で、中医学でこのニキビっていうのはいくつかに分類されるんですけれども、はい、その分類方法とそれに対してどんな漢方薬を使うのかをお話をしていきます。では早速ニキビについてどんな病気なのか教えてください。はい、はい、ニキビというのは毛穴、特に油が出る毛穴の炎症がニキビなんですね。だから油がたくさん出る毛穴がたくさんあるところにボツボツとできるっていう特徴があります、うん、で、どういうところに多いのかっていうと、代表は顔なんですけれども、うん、それ以外に胸とかあと背中ですね、うん、ここに出てくるのが特徴です。で、特に20歳前後の思春期ですね、うん、皆さんこう大人の体になっていく過程でホルモンバランスが乱れる、その時にボコボコと出てくるっていう特徴がありますね。なおちゃんもこの時期はどうでした？ニキビとかできてましたね、うん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 、おでことかあと口の周りですかね、はいはいはい、にできやすかった記憶があります。そうですね、あと鼻とかですね。そうですね、ここが痛いんですよね。そうですね、す頬にできてる人もいましたね、うんうんうん、私もできちゃうともう潰してましたけど、ね、そうですね顔っていう場所がダメですよねそうですねどうしてもやっぱ一刻も早く消し去りたいじゃないですか、はい、そうですね、あとなんかいつまでもあると痛くても、そうですよね、もうできる前からちょっと痛いのと、 できるとやっぱ触っちゃうのと、大きくなってくるとやっぱ思春期だと余計気になるじゃないですか、うんうん、そうですね、触っちゃダメって言われてよく言いますね、はい、まあ、確かに触らない方がいいんですけどね。そうですね、まだあるのかと思って触っちゃいますね、はい、そうですね気になっちゃうんですよね。そうですね、はい、ではニキビどうしてできるのか教えてください。はい、このね、20歳前後の思春期のホルモンバランスの崩れっていう、さっきお話ししましたけれども、で、この時に男性ホルモンがこう活発になると、まずこの油が出る毛穴ですから、油がねすごいたくさん出るんですね、うん、で、男性ホルモンで起こる現象っていうのが、まず油がたくさん出るっていうことと、もう一つこの毛穴が硬くなるっていう、この2つがまずニキビの原因になります。で、油がたくさん出て毛穴が硬くなって、で、油がたくさん出ても外に流れてくれればいいんだけど、毛穴が硬くなってこう詰まってしまう、これが良くないんですよね。で、こう詰まってしまうと、ここがこう酸素がね全くない環境っていうのができると、この酸素がない環境でどん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 元気になるこのアクネ菌っていうですね、うん、ニキビの原因菌がたくさん増えちゃう、それで炎症が起こるっていうことですね。で、この毛穴の炎症、これがニキビですから、このメカニズムでニキビができてきます。で、どうしてこういうような男性ホルモンがたくさん出てニキビができちゃうのかっていうことなんですけれども、うん、誰でもこう思春期ってそういう体の状態になるんですけど、やっぱニキビが本当ひどい人と、まあ、そんなにニキビ出ない人っていませんでした、うん、いますね、うんうん、だからそれだけではなくて、やっぱそれをこう悪化させてしまうニキビの原因っていうのがあります。で、これがね3つぐらいあるんですけれども、はい、1つがストレスですね。ストレスがこうホルモンバランス悪くなる1つの原因なんですけれども、これなんでだか分かりますか？自律神経が乱れるとかですか？そうですね。じゃあ自律神経が乱れるとなんでこうホルモンバランス悪くなるか分かりますか？心臓がうまく送れないどこから？脳から。そうですね、そうなんです実は女性ホルモンとか男性ホルモンってこの生殖器から出てくるんですけれども、うんうん、その生殖器がいくらこう正常で元気でも、ストレスでこう頭がうまく働かなくなると、その生殖器にちゃんとホルモン出してねっていうその信号がうまく伝わらなくなってしまうんですね。で、これがホルモンバランスの乱れになってきます、うん、これが一つですね。
で2つ目が今度頭ではなくてこの生殖器の方のやっぱ機能がちょっとうまく成長がしきれてないとか元気がない状態ですね、うん、でこれはまあ体質とか生活習慣とかそういうところに関わってくるんですけど食べているものとかですねこうひどいダイエットをしちゃうとかよく若い女の子ってやるじゃないですか、うん、でそうするとこの生殖器の内臓自体が元気なくなっちゃう、うん、それがホルモンバランスの乱れになってニキビの原因になります。で3つ目がこれは食事の不摂生ですね。さっき男性ホルモンがたくさん出るとこう油が出る毛穴からたくさん油が分泌されてしまうってお話したんですけれども、その油の元っていうのがやっぱ私たちが毎日食べる食べ物にすごく影響するんですよね、うん、もう脂っこいものをたくさんもうそればっかし食べてるとこの体質的に脂がこう過剰な状態になる、うん、まあ、血液検査すれば中性脂肪が高いとか、うん、そういう状態ですね。でそれがこの毛穴から脂がたくさん出る原因になってしまうので、うん、ニキビの原因になります。よくあのスナック菓子とかたくさん食べちゃったとかポテトチップスでその後なんかニキビあーできたってありませんかそんなに食べることがないですそうですね、こう食べたもので結構、うんうん、結構すぐ出る人は出るって言いますよね。油、はい、分の多いものとかお菓子とか食べるとも翌日全然お肌が変わっちゃう方もいますよね。そうですね、そうこの3つがねニキビの原因になります、うんうん。で次なんですけれども、はい、じゃあ中学でどういうふうにまずニキビを分類するかっていうことなんですけれども、さっきね顔と胸と背中によくニキビ出るってお話したんですけれども、この出る場所で分類をします。で体ってこう経絡って言って血液とか栄養が流れる道っていうのがあるんですけれども、はい、それが実は内臓とつながっていて、うん、でどの場所に出るかでどの場所がちょっとこうトラブってるかっていうのが分かるんですね。でまず一つ目がこの肺とつながってる場所にニキビが出る肺熱型っていうところなんですけれども、それがですねこの T ゾーンですね、特におでことかの部分にたくさん出るタイプですね。で肺のトラブルで一番代表的なのって、まあ、風邪をひいたりとか、うん、咳が出るとかいう病気なんですけれども、はい、風邪の時って毛穴が閉じるんですね。風邪ひくって悪いものがなんか外からこう体に入ってくる、その最初に入ってくる場所が皮膚なので、それをこう防ぐために毛穴が閉じてしまうんですよ。でさっきね男性ホルモンで毛穴が閉じて、でそれがそこが無酸素の環境になるとアクネ菌が増えるってお話ししたんですけれども、はい、この排熱のタイプっていうのはこう毛穴が閉じちゃってこのおでこにニキビが出るっていうタイプなので、で実はですねこの熱タイプの風邪薬を使ったりするんですよね。でこの肺の熱を冷ます漢方薬をこの時に使っていきます。で2つ目がですね、これがですね胃腸系ですね、まあ、さっきねちょっとスナック菓子食べるとこう出てくるって、うん、お話をしたんですけれども、はい、じゃあこの胃腸系のトラブルが起きた時にじゃあどの場所にニキビができるのかっていうと、この鼻の周りとそれからほっぺた、うん、それから口の周りですね、ここにこうブツブツっとこう出てきてしまいます。でここがまあ胃腸の経絡がつながってる場所なんですけれども、で特にねやっぱ便秘がちとかそういう方ね結構よく出てきます。でこういう方の場合はお腹のですね消化を助けるとか胃腸のこの溜まっちゃった老廃物を出しやすくするような漢方薬を使っていきます。私胃腸が弱いからこの頬はあまり出ないんですけど、はいはい、顎とか口周りがよくできますね、うん、若い時。おでことかはできても本当に1個とかでできてもすぐ消えるんですけど、うんうんうん、やっぱこの辺は出やすいですね。あ、なるほどですね。そうするとやっぱ胃腸型の、そうですね、胃腸が弱い方ですね。で分類3つ目なんですけれども、これがですねホルモンバランス、うんうん、やっぱこのホルモンのバランスが悪くってどうしてもこう男性ホルモンが優位になってしまう、こういうタイプっていうのはこの顎とこの首ですね、首とそれから胸とか背中、こういうところに結構ニキビが出てきます。でこういう場合はですねやっぱホルモンバランスをこう整えるような漢方薬を
使っていくっていうことでホルモンバランスを整えることでだんだんニキビが改善してくるっていうことですね。でどんな漢方薬を使うのかっていうことで今分類ごとにちょっとお話ししたんですけれども、ニキビの基本はこの脂がたくさん出る毛穴の炎症なので、まずベースとしてはこの毛穴の炎症を取ってくれる清熱解毒薬っていうですね分類の漢方薬を使います。でタイプごとに肺系だったら熱タイプの風邪薬とか、胃腸系だったら胃腸のこう老廃物を出したり熱を冷ます薬ですね、でホルモン系だったらホルモンの力を助けてくれる保全薬っていう分類される漢方薬をそれに併用して使っていくっていうやり方をしていきます。ニキビの対応方法はこんな感じですね。はい、ということで今日はニキビについてお話ししていただきました、はい、次回はちょっと詳しく、はい、今度ストレスのニキビについてお話ししていただけるっていうことですね、はい、そうですね。今日は特にね思春期の方のニキビっていうのを中心にお話したんですけれども、次回はですね大人になってから出てくるやっぱストレス性のニキビ、これがまたね厄介なので、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタン、ベルマークもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。